J さんとはいろいろご縁で、一緒にいろんな活動をやっております。大変優れた情報収集と分析家というふうに私は判断しております。それでは映像を中心にですね、あまり世の中に知られてない真相をですね、明らかにしていただきたいと思います。じゃあ、J さんよろしくお願いします。はじめまして、よろしく。J エピセンターと申します。ですね、まず私が、J って言うんですけれど、これダンサーで、もともとヒップホップのダンサーですね。で、アメリカに渡って、芸能活動を続けてたもので、J っていうのは芸名です。で、ちなみに現役のヒップホッパーなんで、ダンスも踊りますし、ラップ音楽を作って、ステージ活動をしたりっていうことも現役でやってます。それでですね、今回、911から始まって、今は経済破綻、世界中の金融が混乱してるわけですけれど、こういう状況下でですね、なぜヒップホッパーって言われてる音楽をやってる人間が、こういう世界情勢のことですねに、首を突っ込むようになったかっていうとですね、普段見えないものを見抜く、見えたものを発言する、あと、そうですね、その見えないっていうものも自分たちのに差し掛かってくる罠のようなもの、もっと大きなもの、みんながおじけづいて抵抗できないもの、これに対して、啓発していくということですね。こういう精神が大いにあって、で、僕もそれに共鳴してヒップホップをやってる部分があり、日本のヒップホップも25年ぐらいになるんですけれど、その裾野が広がった時にファッションだけになってしまって、社会情勢とか本当に何か起こってる時に全くわからないで踊ってるだけみたいなね。それでは、はっきり言うとヒップホップの本末転倒なので、こういった情報を載せて日本中に、拡散していくとか、で、子供がそういうことをしゃべるようになる、もしくは知識がついてくる、親とも話せるようになる、周りの皆さんがですね、意識が開いていくっていう、そういう動きを作っていかざるを得ないぐらい、世界は非常に危機に直面していると思われますね。僕はこの3年ぐらい、寝てる時間以外はほとんど、調べ物に費やしてですね、調べてきましたけれど、僕から言えることは、世界は非常に危険な状態だと思います。日本で味わってるほど平和な世界はこの世の中どこにもないということですね。まず今のですね、世の中の基本なんですけれど、なぜ今の世の中っていうかっていうと、世界はアメリカを中心に回ってるからですね。アメリカは世界の基軸通貨ドルを持ってて、で、世界最高の武力を持っていて、アメリカを中心に回ってるわけですけれど、回ってきたわけですが、今実際に起きていることは何かっていうことですね。ニューワールドオーダーっていう言葉は陰謀論用語ではなくてですね、れっきとした世界の国際政治の舞台でですね、使われている言葉だっていうことですね。で、ニューワールドオーダーっていうのは、では何なのかっていうことを見ていきたいと思います。今日の話の基本線には、このニューワールドオーダーって言われてるものの謎解きが入ってくると思います。一見つながってないように見えるものも、最後に多分つながってることが分かると思います。こういうことをですね、陰謀論云々だっていう振りかざしてくる輩がいるんで、それにはっきり言っておきたいんですけれど、これは陰謀論ではなくて真相論であって、真相を追求していきたいっていう気持ちで、別に世界は秘密結社で動かされているのだとか、そういうことを言ってるんじゃないですね。調べていったら、そういう情報があまりに多いんで、それは何なのかっていう話をしてるわけです。私、今日紹介するテーマを軸にですね、調べていただきたい。
ですね。僕が言うことが全てではなく、そういうキーワードで一体何が、議論されてたり何が、話題となっているかっていうことですね。確実にそういう世界はありますし、日本人が知らないだけで、今日たくさん出てきますけれど、日本人が知らないだけで外国ではですね、普通にもうみんな分かっているようなことも多いです。今アメリカで起きていることの、現実ですね。フィーマのコンセントレーションキャンプ、これ強制収容所です。でフィーマっていうのは緊急事態管理庁で、まあ、災害時に出てくる自衛隊みたいな感覚って日本人は思うんだけど、実は軍隊ですから。これフィーマのキャンプっていうけど、これ強制収容所です。強制収容所のある場所が600箇所から800箇所、ちょっとした犯罪者を入れる量じゃないっていうことですね。そういう強制収容所が600箇所から800箇所。チップっていうのはバイオチップのことで、ベリチップとも呼びますけれど、こういうものですね。これ体に埋め込むものですね。これ注射器とセットでこういうふうにあるわけですけれど、これ動物とかにはねもうやってますよ結構。あと地方症の老人、徘徊癖のある人とかに使ったりとか、まあ、こういうふうに入ると、まあ、入れるところは何箇所か、手の甲だとかこことか何箇所か言われてますけれど、入れると実際こうなるということですね。米粒よりちょっと大きかったのは良かったんですけど、日立がですね、これはもう 単なる技術革新なんですけれど、この大きさにしちゃったんですよ今のあの米粒を。これ本当に言うとまだこれよりももっと小さい、もっとこの毛の周りにこびりつくようなこんな粉みたいにしちゃったんですね。これ横に走ってるのは髪の毛ですから、ディスコで入れてるんですよこうやって。でこれ入れちゃうとビップ待遇になるわけですね。今空見上げるとこういう飛行機雲みたいなのよくあったりするんです。これケムトレールっていうんですけれど、これは飛行機雲じゃありませんから、普通の飛行機雲とケムトレールはこのぐらい大きさに違いがあって、これは意図的にばらまかれているもので、で実際はこういう機械を積んでたりします中に。でこれ普通の飛行機雲じゃ絶対ないんで、違うものなんですけど、そういうものがねこうやって巻かれたりしてるんですけれど、どのぐらい巻かれてるかっていうと、これはアメリカのフロリダの地図ですよ。この上に入ってるのは全部これケムトレールの跡ですね。これ何が入ってたかっていうと、これ世界の生物学者がこれ調べたりとか してたら殺されちゃって、100人ぐらいもう殺されてるんですね。大事なのがモルジャロンズ病っていって、飛行機雲みたいなの後に何かが降ってくるわけですよ、綿みたいのが。それを触ると皮膚がこんな風になっちゃったりとか、まあこういうケムトレールってこういうもんですけれど、これ皮膚の下にあったこういう変な繊維みたいのを顕微鏡で見ていくとね、これ調べてみたら実はナノテクの繊維って言ってもこれファイバーだったらしいんですね。ナノテクのロボット化してるもので、普通のあれじゃないと、普通の生物病気じゃないと言われてる。これゴールデンヘッドっていうやつですけれど、でこういうのが肌の下に広がっちゃっても抜けない、こういう状態ですね、なってしまう。でこういうケムトレールっていうのが現に報告されてるんで、注意してってください。日本の上空に何かが撒かれるなんていうことをね、許していたらいけないんです。でケムトレールっていう飛行機雲みたいなもの、これは注意払っておいてください。まあまあこうやってニュースにもだんだんなってきてます。これもう繊維なんですね。繊維なんだけどファイバー、普通の生物じゃないと。これ日本の空にもこうやって撒かれてるわけですね。僕は都庁行ってこれ何やってるか調べてくれって言ってきましたけど、これみんなで声を上げないとまずいですよ。埼玉近辺だと結構巻かれてるらしいですから。でこれ巻かれた後にインフルエンザになったりとか、そんなこともあったんですよ。なんでこれウォッチングしてる連中はネット上にいますけどね。なのでちょっと意識持って、これだけもう毎日ですよ、1日日替わり、日付1日ぐらいずつで毎日報告されていくみたいな。これは普通の飛行機雲じゃないんで、